と芝さんにご注目ください。ただいまから海上自衛隊東京音楽隊の演奏をお届けいたします。海上自衛隊東京音楽隊は隊員の指揮高揚のための演奏、儀式式典における演奏、高校演奏を任務とし、海上自衛隊を代表する防衛大臣直轄の音楽隊として日本全国で演奏を行っております。また、海上自衛隊が毎日実施している遠洋練習公開に隊員を発出し、世界各地の港を中心に、音楽を通じての国際親善に貢献しています。2018年には、世界の優秀な文化祭国際バンドに贈られる、最も名誉ある賞、上級パワーを開花検証、文化賞を受賞しました。本日の式は、本社工事一本会議で、所属は甲子園という軍艦、馬取り伝説、馬のジェフリーダービーを、そしてジョッキー一本が、以上の3曲です。それでは、お楽しみいただきましょう。
海上自衛隊高校音楽隊の演奏をお届けいたしました。皆さん、応答盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。